ッハ蹴りの異名を持つ独特の上段回し蹴りなど、ダイナミックな蹴り技で対戦相手を豪快に投げ倒す塚本範親。恵まれた体育と独特の身体理論を持ち、第6回世界選手権、第28回29回全日本選手権、第1回ワールドカップを制した。体に3本の軸を作るという塚本特有の身体理論を紹介する。構え方の説明をします。自分の場合はまず構えを、重心を5対5とは完璧に決めずに、3本の軸を意識して、中心軸、右の股関節、左の股関節を意識して、自分の中心軸を右の軸、左の軸と左右に入れ替えながら使います。3本の軸でパンチの打ち方を説明します。まず中心軸を右の股関節に合わせます。合わせると右足に全て体重が乗ってますので、それを利用してパンチを打ちます。左も中心も左足に乗せて、中心を合わせて、そこからパンチを打ってください。中心軸を決めてしまうと自分の動きが制限されて、動きも硬くなってしまいます。その中心軸をこう揺らしながら、右の軸、左の軸で合わせながら、決めないで戦ってみてください。中心軸の説明をしましたが、中心面の説明もします。中心面とは自分の体を真ん中からノコギリでビーッと切って、その体の右と左を合わせた面のことを中心面と言います。この中心面をずらして使うことによって、背骨のねじりで体のためができます。このためを使ってパンチを打ったり、前蹴りを蹴ったりすることによって、中心から、技が離れないので、力がまっすぐ伝うので、強く攻撃をすることができます。構えの説明をします。自分の場合はまず普通のこう構えと違って、完璧に半身を切ります。で、半身を切って制空権を広くするために手を大きく伸ばします。そうすることによって懐が深くなって、後ろ回し蹴り、回し蹴り、両方、前足全部使うことができます。前構えた時に、まず手は目つきのイメージをしてください。この目つきをすることによって自分の制空権が保たれますので、これで自分の自由な攻撃ができます。で、この肘を突っ張りすぎると相手に対応が効かなくなりますので、肘は柔らかく、そうすることによって相手がついてきても引けるし、止めれるし、両方できることができます。実際に制空権を保った場合から攻撃を出すパターンを何パターンかやってみます。自分の場合は、蹴りが得意なので、なるべくこうロングのスタンスで手を伸ばして制空権を保ちます。で、そうすることによって、相手に中に入られることを防ぎます。手があることによって相手は中に入りづらいです。
もしこの手がないと中に簡単に入られてしまって攻撃をされてしまいます。なのでなるべく手を大きくして入ってこられてもすぐ蹴りが出せるようなイメージでやってみてください。自分流の回し蹴りの説明をします。まず回し蹴りの時大事なことは軸足を完璧に180度返すことです。これが中途半端に返ると回し蹴りが縦から落ちなくなります。そしてまず蹴る時に重心を右の軸に合わせます。右の軸に合わせたら右の肋骨と骨盤をしっかり引き離して、あとはつま先を軸にして回転させるだけです。実際にミットで練習してみます。ミットを練習する前にまず軸足の説明をしたいと思います。軸足をまず足の裏だけで回るのと中足で回るのとつま先点で回るのでは一番つま先の方が点に近いのでつま先の方がより回りやすくなります。でそのつま先で必ず180度返してください。その180度返すことによってこのミットを縦に完璧に蹴ることができます。前足の回し蹴りの説明をします。前足の回し蹴りを蹴るときに、一番やってはいけないことは送り足をすることです。必ずノンストップステップで蹴ってください。そのままを蹴ってください。そのまま蹴るためにはこのままだと蹴りづらいのでなるべく膝をためて右の肋骨骨盤をしっかり引き離して右の骨盤をためることによって強い回し蹴りが蹴れます。そしてさっきと同じようにつま先をしっかり意識してこのまま回し蹴りを蹴ってください。ノンステップからの回し蹴りをやってみます。まず近い間合いやります。この遠い間をやります。遠い前でもしっかり膝のため肋骨のため骨盤のためがあれば簡単にスライドすることができます。こういう遠い場合でもこの送り足を絶対しないようにしてください。このままノンステップでしっかりためていればスライドすることは可能です。遠い間合いだと送り足をして回し蹴りをしてしまうことが多いですが送り足をすることによって相手に何を技を出すか全て読まれてしまいます。でしっかりノンステップで蹴るためには膝をためて肋骨と骨盤のためを使うことによってノンステップで蹴ることができます。やってみます。
実際にステップを使いながら回し蹴りをやってみます。このステップを使いながら回し蹴りをやるときには、このさっきの3本の軸のが必要です。で、実際にステップを使っているときは右左右左軸になっています。この右に捉えたとき左に捉えたときっていうことをしっかり使って回し蹴りに伝えていきます。実際に動きでやってみます。ステップを右左右を踏みながら体重をしっかり1回右に完璧に乗せます。乗せることによって右足でしっかり踏ん張れます。これを利用してこのまま回し蹴りを蹴ります。ステップを使って回ることによって相手は、その動きに目をついていこうとしますので、実際にちょっとずれた方が相手には回し蹴りが当たりやすくなります。やってみます。前足での下段回し蹴りの説明をします。前足の下段は必ずまず送り足を絶対しないようにしてください。軸足はつま先です。つま先にすることによって軸足が点になりますので、回転がさらに良くなります。で、前足の下段の時でも必ず肋骨と骨盤を引き離して骨盤をためることによってしっかりしたねじりのためができます。で、実際に蹴ってみます。で、しっかりためとねじりができることによって、今度は中段でも上段でも全て蹴ることができます。押す。前足の下段回し蹴りからのコンビネーションをやります。まず実際に前足で相手に下段回し蹴りを当てて注意を引きつけます。で、実際にその次に蹴るときは同じモーションで下段を蹴るふりをしながら内回しまでつなぎます。で、実際に下段をそのまま蹴って当てる場合もあります。これも有効です。これができたら今度は前蹴りもつなげますし、このまま上段も全て使います。押す。実際にミットを使って打ち回しの練習をします。打ち回しの練習の時に、やりたいことは、この足を絶対置きに来ないでください。押すというよりも弾くというイメージが大事です。で、蹴った時に足首が曲がっている人が多いですけども、必ず足首を伸ばして蹴るようにしてください。じゃあ実際に蹴ってみます。
この打ち回しで大事なことは、足を必ず引くっていうことが重要です。そして軸足も必ずかかとが上がってつま先に意識を持ってください。このかかとが落ちていると引くのがかなり難しくなりますので、かかとが上がっていると引くのは簡単です。やってみます。さっきまではノンステップからの蹴りを練習しましたが、次は、あえてわざとワンステップさせます。ワンステップさせることによって、体がよりノンステップの時よりも強く溜めれて技の応用が効きます。実際にやってみます。ワンステップからまず横蹴り蹴ります。同じ要領で ノンステップとワンステップの違いは、ワンステップをするときは相手がかなり遠くて、実際に相手はこの距離だと攻撃してこないなというぐらい遠いときに使います。そのときワンステップを大きく踏み出せば踏み出すほど相手に近くなれます。やってみます。この時にワンステップした時に膝が縦になって足の裏が下を向いてしまうと、相手が中に入ってきた時に何もできなくなってしまいます。この時に相手に必ず足の裏さえ向いていれば入ってこられてもすぐ蹴ることができます。この時に必ず膝が縦にならないように注意してください。押す。ノンステップで蹴る、送り足をしないということを重点に何度も何度も繰り返してきましたが、なぜそうするかというと、スイッチしてからの蹴り、ワンステップしてからの蹴りというのは 100% 軸足のカウンターを取ることができます。次にそれを実際にやってみたいと思います。押す。次は踏み込んできた相手に対してのカウンターを取ります。踏み込んできた相手は必ずワンステップしますので、その時に思いっきり中に入って軸足を刈ってください。やってみます。相手が実際にスイッチした瞬間を狙うようにしてください。で、この時に一瞬でもスイッチ躊躇してしまうと相手に最大限のパワーでもらってしまいますので、絶対に躊躇しないでください。迷わず相手が動いた瞬間に動く、送り足を相手がした瞬間に動く、とりあえず相手が動いた瞬間にアクションを起こすということが大事です。胴回し回転蹴りの説明をします。胴回し回転蹴りで一番大事なことは、まず縦に回るということです。縦に回って受け身の要領で回るようなイメージをしてください。これが横になってしまうと足が横から当たってかかとが相手に当たらないので、必ず縦に回るようにしましょう。そして実際に手をつく場所も相手の前足に近ければ近いほど相手に攻撃がやりやすくなります。実際にやってみます。
実際に胴回しをどういうタイミングで使うかやってみたいと思います。まず突進力のある相手に結構使います。ワンツーを相手に打ってきてもらいます。ワンツー、もう一回打ちます。ワンツーで中に入ります。で入った後に一瞬パッとここに前を作ってください。その前を使って胴回しを蹴ります。やってみます。ワンツー、突進してくる相手にはこういう胸があった状態がすごく大きくなります。これを利用して実際に突進してくる相手に自分から逆に今度はぶつかっていきます。このぶつかった反動で空いた隙間を利用して胴回しをやります。この隙間をこの瞬間です。前蹴りを払ってからの胴回し回転蹴りをやっています。この時に重要なことは実際に相手に前蹴りを蹴ってみます。払います。払った時にそのまま離してしまうと、もったいないので必ず前蹴りをしっかり引っ掛けて実際自分の方に少し引きずり込みます。そしてそれを利用して胴回し回転蹴りをします。やってみます。引っ掛けて引きずって胴回し。